はい、今日紹介するのはね、3ヶ月のジャックラステリアのジーナちゃんですね。今日で3回目の参加です。1回目はもう場所慣れで精一杯ですね。家に帰ってからトイレ外しまくったそうですね。まあ、繊細な面も持っているということがわかりますね。2回目は若干動きも出てきて、終盤は犬が少なくなってからちょっと走り始めましたね。ここで改めてパピパのね、目標設定と社会化の目的についてちょっと話すると、まあ、ざっくり自分のこの今日あるいはね、長期的なパピパでの目標設定をするときに、まあ、これいつも話しますけども、一定の基準ってなるのはね、家の様子なんですよ。まあ、早い話、家でもはちゃめちゃ元気だったら、ここでも元気に振る舞えるんですね。まあ、それこそその子の趣味思考だからですよね。まあ、慣れるんだけども、まあ、これもざっくり言うと、まあ、内弁慶タイプと外弁慶タイプに分かれますよね。まあ、判断基準は、まあ、内弁慶、つまりその環境によってね、じっくり急がず時間をかけて観察して納得しないと本来の姿が出せない子にはやっぱり急がしちゃダメで、時間をかける必要があると、まあ、すごく単純なことですね。ジーナちゃんは家でははちゃめちゃ元気らしいので、そろそろ本領を発揮すると思いますと。クリサジークのこの小さい黒い男の子がジーナちゃんをね、こう指導しようと頑張ってくれてますね。まあ、結構彼なりにこう試行錯誤しながら頑張ってくれてはいますよね。まあ、ジーナちゃん側がそこにどこまで面白みを感じて付き合うかっていうところですよね。このやり取りはね、ちょっとこうなかなかテンション高すぎて、やっぱ普段から家でも散歩でも結構長い時間興奮がデフォルトになってくると、もうそこが趣味思考になってくるので、その連続のコミュニケーションの行き着く先がいい経験値になるケースは正直少ないですね。なんかまあ、あんまりいいことないけど、こんな積極的に上になる感じはあんまりあれだけど、一旦落ち着かせて、はい、次に再開ですよね。ジャック・ラッセル・テリアのこう本能みたいなのをとことん追求したい、こういう遊びさせたいという話は別ですけども、これ終わった後もう喧嘩しまくってるじゃないですか、ね、喧嘩しないように口はしてるんでしょうけど、まあまあ、お散歩でいろんな色に合うんだけども、挨拶ができないっていうのは、これ QOL かなり下がりますからね。このパピヨンの子は落ち着け落ち着けって一貫して言い続けてくれてますよね。こういう時はもう2人に任せますよ。半分ぐらいはこれなんとかただ走ってるわけですよね。そう、体がぶつけたいっていうのも半分ぐらいあるんだけど、落ち着かせようとして手で止めたら手を噛まれました単純な話、わがまま思考になるような接し方をすると、コミュニケーション能力を自分でこう間違いを発見する能力もそれ低くなりますから、取捨選択もしなくなって、正解って、まあ、そのいわゆる大人のコミュニケーションを習得する可能性も低くなるので。ざっくりわがままにさせない方が優位に進みますよね。で、改めてこの社会化の目的ですよね。まあ、改めて話すると、犬の社会化って犬がね、この犬生の中で直面するだろうストレスをいかに減らせるか、まあ、減らせるように学習させるかっていうところ社会化なんですけども、例えば他の犬が平気とか他人が平気、外の環境に対しても苦手なことがないと。そういう部分に関してジーナちゃんは今回2回目の参加ですけども、ある程度そこのクリアに関しては、難しくないなっていうことを予想できるわけですよ。今後もそこのね課題に関しては取り組みつつ、今日あたりからはおそらく本領を発揮してくることで出てくる問題が出てくるんですよね。そこに取り組む必要がありますよね。テリア特有というか、本来大人の犬がするべき柔軟なコミュニケーション能力をつけるっていうことですよね。どうすればそういったコミュニケーション能力がつくかということに関しては、一つはマッチングですよね。自分の趣味嗜好を変えてくれる犬とどれだけの数出会うか。もう一つは家での過ごし方ですよね。声のかけ方、運動のさせ方、散歩の仕方、詳しい話をここだとできないですけども、時間が足りないので、そういったことを考えながらパピーパーティーで他の犬と接する必要があるということですね。モナかな、このパピヨンの子自体はもう教える欲が出てきて、自分で結果を出したいと思ってやってくれてるんで、ある程度こう信じて任せてみないと逆にかわいそうですよね。はい、ジャック・ステリアちゃんの3回目のパピーパーティーでした。僕の予想としては、もちろん大人の柔軟なコミュニケーションを覚えることはマストで、その後教え欲も出てきて先生役にねなれる素質のある子だとは思いますと。では。